おい、粗品。お前、ちょっとお前、調子乗りすぎやな。うん、なるほど。なあ。うん。ああまあな、宮迫さんは、ね、もう、戦意喪失みたいな。まあまあ、まあ、白旗あげたけどやな。確かに。ああ、俺はちゃうぞ。うん。ああもうほんま、真っ向から受けたるわ。ほう。ああお前、あれ、なんか俺の復帰、うん、なんか早すぎるとかお前言うてたな。うん、なんでお前そんな言われなあかんねん。あ、うん、てかなんでお前にそんなのお前決められなあかんねん。うん。なあ。そう、じゃあお前ほんならお前復帰いつやったらええねん。あ、おい。ちょっと早いんちゃうかな。え、復帰。早いん、いや、ちょっと早いんちゃうかな。え、お前、俺は思っててんけど。俺は思っててんけど。吹き早いと思ってた。うん。いや、お前がさ、自粛始めてからさ、うん、俺、ほら、なんか、うんうん、ロケで250キロマグロ釣ったりとか、うん、呪術改正にギャグ紹介されたりとか、あったあったあった。え、まだなんか怒るんちゃう思ったら復帰したから、ちょっと待ってくれよ、みたいな。ちょっと待ってんねん。俺の中ではね。やっぱ、ちょっと早い。早いか。うん。うんまあそっか。まあまあ、ちょっと分からん。正解はないけどね。やっぱ早すぎ。ちょっと俺は思ってた。うん、お前正しい敏感や。アンテナ敏感やんと俺は。お前正しい。うん。ああお前、おい、そしな、お前、なあ。お前、なんかもう、人に、とやかく言うほど、言えるほど、うん。お前実績あんのか、うん、なんかお前、ヒット番組作ったか？おい。ほんま。なるほど。ヘキサゴンみたいな番組作ったっけ？おい。あれ、しんすけさんの番組や。ん？あれ、しんすけさんの番組やし。あし。うん。あれ、しんすけさん。あ、俺、各週。各週。品川庄司と各週で。ああ、入れ替わって。入れ替わって出てるから、2週に1回しか出てない。2週に1回やったっけ？それで。ああ、うん、まあそうかそうか。お前、名医のザ・太鼓判みたいな番組作ったっけ？あれ名医やねん、主人公。あれ名医が医者、お医者さん。ん？お医者さんが名医。そう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 。で MC 違うやん、MC 渡部。あ、そうか、渡部、うん。ちょっとややこしいか。そう。うん、ややこしいというか、まあ当時ややこしくなかったけどね。ああ、うん。そうか。のひな壇。ああ、俺ら。うん。うん。って、そうか、そうか。うん。あ、やっぱり、なんかメインの番組、こうか、というような。自分らがっていう。吉本超合金みたいな番組作ったっけ？知らん。もう知らんって。知らんことないやろ。もう今の世代知らんって。知らん。知らんことない。メイン。いや、あと地方番組やから。地方、まあ、ローカル。ローカル番組。響いてないから、東京。全国に。全国にか。うん。でも、俺ら、なんか、冠番組、どのぐらいやってない？やってないでね、そろそろ、そもそも。どれぐらいやってないって言うともんじゃない？やってないよ、そもそも。ほんまか？うん。どういう記憶それ。お前！おい、そっちな。お前、なんか、なあ、やっとんな、冠番組。うん、なあ、うん、あ、なんやった？霜降りバラエティー。やっとんな。終われ終われ終わんねん。終わんねん。終わんねん。すごいイメージ悪いで。これは、そうやな。それはもうイメージ悪い。俺は、うん。ええの？そんなんで。イメージ悪い。イメージ悪いな、今のはな。ほんまに悪いやったら、その、なんか。いや、分かって、ちょっと言い過ぎみたいなとこあるな。ちょっと調べとかないと。続けって言わないと。続けそう。なんか終わったとしても、またお前らで、やれたらええんちゃうんけ。そういうこと。そういうことです。他局でもなんか始まれ。なあ。頑張ってええね。うん。お前、これ、ほんま、やっとんな、お前、一人賛否？あれおかしいぞ、お前。
そこね。そう。お前、あれ、P に、賛否の。そう、P、賛否の P に比重を置きすぎよ、お前、あれ。うん。なあ、もう、P、8、3、2ぐらいね、お前。あれ、P5、3、5じゃないと成り立てへんやろ、お前。コントやねん。コントなん？ちゃんと見たことある？最初に言うてんねん。最初に言うてんねん。コントなん？全部コントやねん、あれ。あれ、粗品の意見1個も入ってないねん、あれ。コントやから。あ。コントなんや。感情入りすぎ、ちゃんと見て。ちゃんと見たら分かるようになったんだよ。ようできたよ、あれ。ああ、ようできてんね。最初からちゃんと見たらようできたんだよ、あれ。いや、でもすごい悪口みたいなこと言うてるな、思ってんけど。踊らされてんで。むちゃくちゃ53歳。しっかりして。踊らされんといて。コントない。コントやね、あれ。終始。言うてますから。ああ、そうか、うん。もっとお前分かりやすく言うてるって、だから。これ全部コントなんですけどねって言うてますから。ね。僕は見直しに。見直しに。じゃあ、なんか、恥ずかしいよね、今の熱量でなんか怒ってる自分が今、うん。間違えてるからね。間違えてるからな。お前、んじゃあお前、なんか、ないんかそちらに対して。あるやろ、お前もなんかあるやろ。ああ。言え言え。おい、そちら。ああ、そちら。全く俺のこといじらんな。相方ばっかり言うやん。なあ。ずっとヤフーニュースで相方、そちらにいじられてる相方出てくるけど、一回も出てけへんやん、俺。なんか、いや、バズんやろ、お前名前出したら。お前が名前出したらバズんやろ。ちょっとどうや。俺を出してくれ。俺を出してくれ。一回でいいから、俺の名前を出してくれ！出せ！まあ。頼むぞ。おい。お前許さへんからな。とことん。ほんま。とことんお前、追い詰めたろからな。とことん出せよ、名前。なんもなくてもいいから、名前だけでもいいわ、言うてくれ。頼むわ。まあ、許さんからな。チャンネル登録お願いします。もれなく何ももらえません。そらそうやろ。